そうかも。パーチパーチする。あ、来たー。ちょっと待って、これはパーチ何匹すればいいんですか？5匹だったかな。5匹。うん、これは来たー。よかったー。鎖川カマス来た。鎖川カマスのせいじゃん。これパーチじゃないかと言った。あ、小さい。ちょっとポジション変えよう。あ、鎖川カマスだこれ。うん、でも持ってきてる。パンツまで濡れる。あ、綺麗になったぞ。釣り竿をさ、構えて歩かせるの。いやー、止めてー。誰か止めてー。どうした？また止まんないの？どうしたの？馬ちゃん？あ、ここパーチいるよ。どこ？ビちゃんの。今私がいるとこ。そうそうそう、 A ちゃん。じゃあ対岸。対岸だ。あ、来なくていいと思う。パンチってさ、パンでしたっけ？うん。そうそう、パンで釣れる。よし、ちゃん行ってみよう。ここら辺で釣れると思う。あ、パンチ釣れた。釣れた？あの、あの、次々と釣れている。パン、パンをつける。餌。あ、パンいいね。つけて、ソフトのパンだな。そうだね。ボソボソのパン。食べるにはちょっと美味しくないパン。うん、だってそうしないと目の中でふやけちゃうから。あ、パーチ2匹目。いやー、このあのファイトのしようがないですね。これな。うんだもん、完全ブルーギルじゃないか。出た。よく釣れる。一番嫌われてる魚ブルーギル。草刈りカーボン。硬い、硬い肉。うん、だってそう、硬い肉調理するって出ないのよ、そうか、うん、ダメだ、ここ全然だ。Bちゃんの方が近いのか。ここなんか見えないな。魚影すら見えない。ここ違うね。ここな、私の方から魚影を見てない。なんかね、あのデッドアイ使ってもね、何も見えないな。これか。砂利のところにすごい体半分いた魚が泳いでるんですけど、あれなんだろう。体半分？砂利のところ。それはあの追い込んだらあれは、ね、表でパタッて。多分なんかブルーギル臭いんですよ、あいつら。あ、確かに魚影はブルーギル。食べても美味しくないから嫌われるんですよ。そう、美味しくないし、あのあれなんだよね、超肉食なんだよね。大魚で大魚なんですよ。そうなんだ。普通に釣りしてても、それ釣れるとばっかりしてる。ブルーギル。バス釣り行くとね、釣れるんですよ。あ、じゃあパーチだから。ビーちゃん結構釣りもすんのね。うん、ここ釣れるよ、ビーちゃん。ここ道のところ。釣れる釣れる。ビーちゃん魚詳しいよね。赤ちゃんに住んでた頃は釣りしてました。あ、そうか。なんかね、あれだもん。毎年ね、イカ釣り漁船に乗りますよ。毎年。いいっすね。イカ釣り漁船。なぜ？イカ釣るの？あの、そう、あのクラボックスね、3つぐらい持って帰れる。すごいじゃん。あ、やばい。誰もいないとこに投げてしまった。イカはない。
しょい。タコなら釣ってるけど。ダメだ、一匹も釣れない。塩辛作るの、塩辛。あ、いいなぁ。あの、イカの。パーチ。新鮮な肝入れた塩辛いつも。若者の話じゃないよ、君たちさん。イカ釣り漁船でイカ3、あの、クーラーボックス3個ぐらい釣って帰ってきて、塩辛にしますから。おっさんの会話だった。またがいい。またがいいとか言ってる。おっさんの会話だった。40、50のおっさんの会話だった。そうそうそう。最初から最後まで。またがいい。あの、イカゾーンとかイカリングとか、ゴロ焼きとかいろいろと。あ、いいな。盛り上がってるね、二人が。おじさん会話で。おじさん会話で。もうブルーギルが精出して泳いでるな。くそ、全然これ引っかかんないなのに。えちゃん、あれね、パーチでこれ。精出して泳いで。あ、スパーチなんだ、あれ。これパーチ。精出して泳いでるってか、でも水の上を、なんか、スイスイ、アメンボみたいに動いてるんだけど。そっからね。かなりおかしなことになってる。ここ浅いからね、多分。出てきちゃってる。食いついてくんないな、でも、ね、お前パーチであってくれ。お前がパーチじゃなかったら。でもこれな、魚拾いできるんだろうけど、それだとカウントされないんだよな。そう、釣らないとか、ダイナマイトパーンって。あ、小魚ダメだ。中型じゃないとダイナマイトが弾けちゃう。ダメだこれ。来た、パーチできた。クリア。あ、ブルーギルだ今度は。魚一匹も釣れないんだけど、さっきからもこんな目の前にいるのに。魚はでもめっちゃ釣れてるぞ、今、うん、ここはすごいいるよ、目の前。いつぞやの俺の状態になってるね。うん、全然釣れない。メキシコの坊主自分の餌を仕込んとして、 A、B ちゃんの方に行ってる。もうやだ。Cちゃん、Cちゃん、こっから、こっからやったらすぐ釣れるよ。私の今いるとこ。どこ？ここ、こっからね、A ちゃんとかリベカさんに向けて投げて、道の真ん中ぐらいにぶん投げたら。めっちゃここ、俺の目の前めっちゃいるよ、アーチ。ここにいるんだけど、ここめがけて投げてた。そうそうそう。あの、違う違う、 A ちゃんかレベッカさんに向けて。だけど俺が全然釣れない。全く引っかかんない。あ、来たな、これパーチだ。よし、来た。あ、これブルーギルだな。なんでこんな引っかかんないの、これ。なんか全然みんな俺のパンだけしか取らんだけど、これ。目の前をブンブンみんな仕方してる。パンじゃないんじゃないの、あの、コットンなんじゃないの。なんでパンなのに。コットンなんじゃないの、それ。あの、お風呂を掃除するやつかな。お前ブルーギルだったらな、この野郎。あ、よく落ちるやつ、ね、置いてやるからな。そうそう、よく落ちるやつ使ってる。あ、パーチだ。あ、ブラックバスっぽいな。きめ細かいスポンジみたいな。スポンジね、そうそうそう。いや、通じると思わなかった。あ、いいよ、ね。すごい。激落ちくんだぞ。激落ちくん、激落ちくんだぞ。激落ちくんかなって感じ。そこだ。あれ、目の前に落としたんだけど、仕方したな。フライフィッシングやりたいな。やっとかかった。久しぶりにかかった。これ。よいしょ、これ。よっしゃ。あ、なんかブルーギル。あ、違う、なんだこれ。お、これは青い魚。パーチだ、パーチだ。あーじゃーん、パーチ。写真撮っていく。やっと一匹目だ。やっと一匹目か。目の前にいたのにも。よっしゃ。てか俺の目の前にずっとパーチが。あれが今度釣れなくなったよ、ペイちゃん。これそういうやつ。そういうことになってんのかな、これ。俺に感染したね。みんなの分全部釣ってやる。で、俺にくれよ。お、引っかかった、ほんとだ。急に連発で引っかかるよ。全然何もかかんなくなったよ。これ、あるな、そういうの。来た、これ。波が来た、時代の波に乗ったぞ。あ、来た、乗ったぞ。それは、それは。パーチ、パーチです。え、みんな何匹なの。これで2匹目。え、もう追い、もう追いつかれたじゃん。負けないぞ、A ちゃん。先に攻撃するのは私だ。よっしゃ、俺も行くぜ。先に釣るぜ。釣りたいです。って言えるぐらいになったの、ようやく。さっきからも全然だな、今。ちくしゅう。なんかね、
浮きがね、水中に沈んでないというか。ああ、浮いちゃって、あ、低すぎるのかな。あ、お前ブルーギルか。浅すぎる。いい光景ですね。あー、いったー、とりゃすごいのどかな。ブルーギルも焼いて食べてあげよ、かわいそうやから。すごい、また釣れた。やったー、3匹目。ブルーギルまずいよ。ここだ。ちょっとね、外れるとブルーギルに当たっちゃう。食べたことある。うん、子供の頃に焼いて食べてみた。美味しくなかった。あ、そうなんだ。あれは、あの、なんだっけ、ブラックバスはどう。あ、ブラックバス美味しい。塩焼き最高。またブルーギルだ。来た。琵琶湖に来てくれたらブラックバスバーガー食べますよ。ね、あの、バス釣りの人にすごく睨まれた。なんで？あ、あの、返してやらないから。逃がせよ。そう。怪獣だから食べるんだよ。いや、あのね、うちのおじさんが喧嘩してた。滋賀県がね、ブラックバスをちゃんとあのリリースしないで、フットみたいなところに入れなきゃいけないです。琵琶湖に昔からいる。おじさんやめてよ、釣りしてるのに。おじさん、グッポーみたいなのじゃない。ちょっと左遷塾場に自分がいるんじゃないか。いいぜ、いいぜ。簡単。二人来たよ。お前の頭がいいぜ。すげえザブ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 いかれたな。ああ、のんびり釣りするのもいいね。おいたい。どうだ。お、俺が来なくなったか。あ、来たよパーチ。あと1匹だ。俺4匹。あ、俺待って1匹なんだよな。よし。ラストマン来て、早く来て。みんなもう終わってんの？他の人は。あと1匹とか言ったらもうダイナマイト投げちゃうんだから。終わりましたよ。ラムさんは？ラムさんも終わったの？ピちゃんとラムさん終了か。なんで？チョロボーは、チョロボーはあと何、あと3匹。終わっちゃった。待って、これ全然釣れなかったよ。やばい。ほら、また感染したで。感染したの。来た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 。ダメダメダメ、俺に感染するから。シュイーン。ブルーギルだ、ブルーギルだ、それ。あ、違う、これ違うか。くっそ。しかもブルーギルね、もういっぱいでいらないの。持てないな。チックショー、餌取られた、パンを。みんなあそこに投げてる。釣り尽くしたわ。3人であそこに同じとこ投げてる。釣り尽くしたんじゃねえかってぐらいなんか。あれ、ここに浮いてくる。かからない。パン食っちゃダメだって思ったんじゃないか。あー、鎖かわます。お、来たけど、来たけど、何これ。あ、これはもしかしてさっき釣ったブルーギルだ。リリースしたやつもう一回釣ったんだ俺。じゃあ私もカバンの中に入れてって。すいません。同じ声だ。どっちも一緒だ。同じ声だ。ちょっとね、向こうの方にずれてんだな。大きい魚いないんだ。まあ、もしかしてこれ取り切っちゃったんじゃないこれ。まだでも魚影はあるよ。魚影はね、全部ブルーギルかもしれないです。ああ、そういうことか。なんかね、量、一定量あるかもしれないですね。なるほどね。ちょっと待って。えっと、パーチ来た。よし、3匹目。来た。お、マジで来た。まだいる？まだいるの？まだ。これも引っかかった。ちょっと違うってそれ。これはカワカマスじゃ。カワカマス。わかったぜ。カワカマス。カワカマス。ここが見えたぜ。カワカマスです。ちょっとね、流れてるんですよ、向こうに。流れてる。あ、なるほどね。あ、そういう釣りの仕方の方がいいかもしれない。でかい。どこだ。ポイント少し変えるか。あ、もう周りにブルーギルしかいない。ポイントチェンジ。ブルーギルすらもなんか。ここにいる小魚くんたちはなんだ。ちょっとダメだ。あれパーチだな。色は青い魚に見える。
the rain or the ice cold wind whenever. パンを食べ。兄ちゃんのパンを食べ。あ、でもパーチの姿見えないね、確かに。ブルブルの中で紛れているんですよね。いる？あ、こっちにも釣り場ある。こんなにいるのに一匹も食わないな。どういうことや。ちょ、でもでけえ魚が動いてる。あっ、そこ。あ、あの魚影はね、鎖川マスだから。目の前にブルギルも手掴みできるところにいるんだけど。全然。全然。これあれか。ヒルケロがここにやろうとしようもあるんですよ。掘り始めた。ゴリっぽくだわ、ゴリっぽく。釣りに向かない人だわ。よし、あれか、あの魚影だ。そう、ブルーギルが食い上がるな。釣りってね、あの、うん、あれなんですよ。結構ね、短期な質問が似てるんですよ、うん、そうなの。せっかちだよ、俺、違ってると、うん、意外とね、せっかちな人の方が向いてるの。諦めがつくっていうことなのかな。釣れないとか。多分ね、大きな人は人気すぎるんだと思う。ずっと垂らしてるってこと？釣れなくても。食われてもそんなに。釣りしてるおじいちゃんなんてそんなイメージ。モアイさんとか挨拶してくれた。モアイさんでもなんかそんな感じなんでしょ。のんびりしたジジイじゃないじゃん。昭和のジジイだから。挨拶、あ、挨拶されてるけど誰かに。そう、挨拶してくれたの。あ、パーチゲッツクリアでーす。じゃあちょっとそれ返していこう。返して。それ俺のだから。ポッケに入れちゃいました。ベロ出てるって。ベロが出てるんだよな、ペロンって。やっぱ農作業ってそうだよね。B ちゃんみたいなベージュ系だよね。ベロもっと出てきたよ。ベロ、いやもうダメじゃない。ね、そんなにチョコレートのやつが来たの聞いたのかな。完全にあの歯抜く時のもう平ちゃんですよ、なくなってきた。オーバーオールがすごい似合うよね。あ、来た。あ、川かます。担当人の路地裏で生まれ育った靴磨きの少年で。そういうストーリーもできてるの。あと2匹だよ、パーチー。お前ちょっとパーチー、このお洋服に関してはですけどね。もしかすると、魚出てきたぞ。これやっぱ道だから。ケイトかなんか。これケイトの手袋。ケイトの手袋いいよね。俺もあの冬用っていうか、あの寒いところ用はケイトの手袋に最近変えた。なんか感じが出る。パーチ来た、パーチ来た、パーチ来た。嘘でしょ。色があっていいんですよ、ケイトの手袋。うん、色あっていいよね。ペチョロボあといくつなの。あと1匹ラスト。やばくない、追い越されるぞこれ。一気に追い上げてきたな。あーダメだ、腐れかあかんな。あれなんだよね。あそこ、あそこにいるよ。 B ちゃんについての都会から来た人が農作業してますみたいな感じになっちゃう。いやここもうあれだな、腐れかあかますしかいねえな。なんだここ、ここいるよ。ちょっと待って、俺もそっち戻ろう。やっぱりうん、ダメだこれ。おー、なにこれ。足跡を追跡するってブルーギルトが出てくるんだよ。魚の足跡を追跡してるんだよ。魚のでもあれだよな、あるよ魚影とか、うん、進んでる。これ一気に。お前ブルーギルてめえ何釣ってんだこの野郎。アパーチだった、よかった、終わった。えクリアじゃん。ちょっと待ってよ。おめでとうございます。よし、ダイナマイト投げてバラバラ。ちょっと待て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 。まだ俺が一匹釣ってないんだから、ちょっと待ってよ。まだ釣ってるでしょうが、みたいな。じゃあ、あの3秒だけ待ちますね。まだ子供が食べてるでしょうが。
1、2、3、それ自分が終わったらもう気に気があるもんね。ここです、ここここどこどこどここの真ん中へ、あ、ちょっとクリロードじゃないと分かんないもん。その前俺レーサーつけてなかった。余分でね、分かったって。今ここら辺にいますね、ここら辺。そこね、あ、どう、いけるそれ。今垂らしたこれでも最長でも真ん中ぐらいまでしか飛ばせねえな、浅いから。あ、でもそこいる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 、いるな。ちょっとね、ゆっくり巻くといいっす。ブルギルめっちゃいる。あ、そう、ブルギル来たときはね、思い切ってあの引いちゃった方がいいです。手前にブルーギルの集団がいて、もうパン食わされすぎてもう食いたくねえみたいな感じになってるぞ、ここ、これつら。あのパンはもう怪しいな。もういいよってどうせ釣られんでしょってエリコさん、ここら辺、ここら辺、この真ん中あたり、飛ばしすぎた、ちょっと待って。今度巻きすぎた。あのね、ちょっとずつちょっとずつこっちに向かってる。こっち側に。ちょうどいい、ちょうどいいとこでしょ。そしたらこれ。よし来い。毎回俺いつも釣りレースするとビリになる。まだ釣るだけじゃダメですよ。ちゃんと焼いて。今度あの釣り大会やっかな。絶対負けるじゃん。人種限定のスープもらおうかな。釣り大会でも面白いな。実家限定のスープ、あのブラックバスの一番大きいやつとか、いいね。やっぱりね、釣り大会といったらやっぱブラックバス。この世界のブラックバスは大口バスか。そうですね、大口バス。大口バス、たまに柔らかい魚だからね、持ってると思うんで、みんな多分いきなりちょっと巻くといいですよ。ちょっと巻くと、はい、めっちゃいるのに、あそこに魚。もうパンいいですってなってるじゃん。絶対我慢できなくなったから自分も釣ろう。なんてだよで、バカスカ釣ってくんだろう。なんかバンバン行ってるな、なんだしょ。ここからいいポジションまで巻いていくの。はいはい、ゴールか。ハイタスのゴールかな。この曲なんて曲だったかな。もうパンがダメなのかもしれない。ちょっとだけルーアー使ってみようか。パーチパーチパーチ。あ、ダメだこれ。あの普通のルアーじゃ中型以上だ。スピナーだけ行かなきゃ。パーチパーチ。どうだっけ、これか。フォワードロープに入れない。フォワードロープに入れません。この目の前のラインいますよ。え、もうそんなとこに。ちょっと待って、あのすごい、ね、ここのライン試させて、ここのライン試させて。このライン上にいます。今パーチしかいないです。本当にあっちこっち行っちゃうんですよね。自分が釣っちゃったらごめんなさい。いや、それを狙ってるだろ美味しいと思ってそれ狙ってるだろ。ダメ。すごい勢いであの魚影が動きますね。回収時計って店頭に売ってるんだ、初めて見た。回収時計装備するみたいにできなかったの。できますよ。できますね。あのオプションボタンを押すと出てくる。そうそうそう。回収時計変わる。カッコンカッコンダンスができる。そう、カッコンカッコンダンスができる。1ゴールドバーね。バレンタインの店に売ってたとは知らなかったな。クラシックオートケーキゲット。あー、ダメ、パンで行かなきゃダメだ。やっぱり
あとラス1なんですよね。ラス1です。君たちがあの3とか2とかやってる時からラス1ですよ。かなり早いな、書いてラス1に入ってたのに。パンだよ、美味しいパンだよ。パンなんかいらねえよ。言ってる言ってる。めっちゃいるじゃん。食べたいです。え、なんて目の前の真ん中あたり結構今ピークですよ。魚が言わねえだろ。これで釣れなかったら俺もうあれだよ。ほらほら、なんだいだ、何釣れた。パーチやってくれたな。貴重、貴重なパーチやってくれたな。そうやって俺に見せびらかしたかったんだろう。貴重なパーチを、貴重なパーチを釣りやがって。ブルーギルしかいねっつってんのによ。ブルーギルの中にいるんですよ。だからだからその数少ないパーチを今釣ったんだ君が。じゃあもう一匹釣ってみます。だからダメだろそれ。どんどん減るじゃねえかよ俺の釣り分が。あっちの方にこれでケイトの手元ですね。ちょっといなかった。これはパ、これもパーチっぽい。どれパーチ、どれどれ。バースかパーチ。ダメだもう、デッドアイが。あ、ほんとだ、そっちにパーチいっぱいいるじゃん。なんならちょっと移動すると、もしかしたら浅すぎるとダメなのかもしれないですね。かもしれないね。ほら、パー、あ、これブルーギル。ブルーギルだね。あ、ロックバスだ、ロックバス。あれ、みずみずしい魚って大口バス違う、あれは柔らかい。今日は柔らかいだから、あのそのパーチを、うん、大口バスでも OK。 パーチをさばいたらいい。パーチさばいて、さばいて焼いてきな。それ終わってる。ここにいられると俺の釣り分全部持ってかれる。プレイヤー数もあんのかな、釣れなくなるのって。近くにいる。全然諦めないじゃん。ずっと俺の邪魔するじゃん。全部パーツ釣ったんねん。ダメだろうな。病気になってるな、これ。釣り引っかからない病気。お前パーチだろ。パーチだね、それね。お前。お前、くそ。なんなん。なんで俺のパンかかんないの。同じパンでしょ。赤ひれカワマスやパーチなどの小魚に好まれるパンだよ、これ。なんだ、何したってんだ、これ。手前にいるのがサカーマスで、何もだって釣れないんだよ。こっちの方ですね。ちょっと長ちょっと今流れてますね。うん。いいんだよ、うんちくとか釣り竿飛ばすの。焼いてこいっつってんだよ。あ、これはブルーギルだ。めっちゃもう入れ食いじゃん。ちょろぼう入れ食いじゃない。なんとなく分かってきたです。これずっと同じところ入れてるけど何もかからない。防衛の形ですね。ちょっとちょっとチョロボーちょっとあの場所変えて俺と。ここ1時間250円払って。金取んじゃねえよ毎回お前。何かとビジネス始めんじゃねえよ。ここで釣れなかったら嘘でしょ。ここにいるのは今パーチじゃねえな。パーチじゃない、パーチじゃないね。ロックバスとかカワカマスだ。パーチがいないね。全部釣り上げられたからね。こっちの方にいるんだよ。どこ、こっちか。ちょっと待って。いないね、パーチ。なんでチョロマル、
チョロマさん、パーチがいない。あれパーチだ。どこ？どこ？どこら辺？今ポチャン行ったところ。そこ、いや、カーカマスでしょ、それ。あ、向こうにいるよ。このカーブの真ん中ぐらいにいるわ、いっぱい。これで俺クリアするわ、ごめん。本当にありがとう、いるよね。なんか俺の釣りバラしたり。来た、来たよ。何釣れた？何釣れた？カーマスとかロックバスとかブルーギルはもういっぱい釣ってくれた方がいいけど。あ、いるじゃん、手前にいますか、手前。あ、来た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 、かかったかかった、久しぶりにかかった、久しぶりにかかった。はい、ロックバース。これ目の前にパーチいますよ。どれ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 、ちょっと待って。目の前、どこどこどこ、その目の前、背の前、目の前。1メートルとか2メートルぐらい。分かった、ちょっと待って、パンを仕掛けるから待って。先に釣っちゃうぞ。つまずく。そうやって毎回俺の全部持ってくけど。あ、目の前にいる、目の前に3匹4匹いるよ、これ。そうそう、それ1匹もらったんで。だ、なんでお前そのなんかこれ見よがしに釣り竿と走るんだよ。俺にやらせえ、それ。来た、ほらパーチ来た、パーチ来たじゃん、パーチじゃねえかお前それ。おい。絶対釣り、お前のせいだよ、釣れてねえの。ちょいちょい釣られる、こんだけいんのに。やっぱりね、あの釣りの世界も勝負ですから。勝負するな。いいだろ、のどかに。すごい豪雨じゃねえかよ。なんかちょろっとかかってくるようになったね、病気が溶けてきたよ。姉ちゃんにあの感染させられた、なんか溶けてきた。感染者離れた。よしよしよし。あ、あ、パーチ来い。あ、カーカマス。あ、カーカマス。これでも来るね。これでももう。レベッカさんから見て一時の方向。一時の方向に、はい。もう魚影など見ずに投げる。一時の方向信じて。一時の方向真ん中あたり。一時の方向真ん中あたり。よし。あ、いいとこいいとこ。いいとこ。もうそれ釣れましたよ。これ釣れたな。ありがとう、今までいろんなことありがとう。ダイナマイト投げるか、待てよ。終わってからにしろ、やるとしても。いなくなっちゃったじゃん。あ、来てる来てる。でもパーチがね、パーチが見てるよ、餌を。もう大丈夫大丈夫、そのまま粘って。来てる来てる、ちょん回し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 。それに刺さってあげてください。なるほど。そうだ、何か作らないといけなかったね。巻きすぎ巻きすぎ巻きすぎた。え、嘘。ちょん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 で、ちょっと誘う。あ、来た、もらったろ。キャンプよし、カーカマス、カーカマス。あんなにパーチがいるのに。あそこでパーチいるんだよな。どうして、なんなん、どんな呪いだよ。あんなにパーチいるんだよ。どんだけ呪われてるか。あそこだ、あそこ、どこどこ、あのパーチ、あそこ、どこどこ。だからいいじゃん、別にお前は垂らさなくていいじゃん。ゲラも入っちゃってる。笑い袋出てきた。笑い袋出てきた。もう前のところに狙わないから、もう独自路線で行くわ。あ、キャンプがない。前先に積んだから、お前のところにやったら。ほら、パーチ。パーチすんじゃねえよ。パーチすんじゃねえっつってんだよ。俺のパーチなんだよ。今俺のパーチなの、ここの川のパーチは全部。やっぱりね、あの自分の目正しいですよ。分かったから、もう焼いてこいお前は。今ね、自分の正面の真ん中。ここいるな。自分の正面の真ん中です。分かった分かった、それはお前が釣ったらいいよ。俺のは俺のパーチを釣るんだから。いや、釣る。俺のパーチがいいんだ、ここ。いや、釣ったら全部釣っちゃうもん、もう。なんでよ。優しさどこに捨ててきたんだ。
この川の流れに流れてた流れてっちゃったな。あんなにパーツいんだよ。俺が見れる限りでも6匹ぐらいうろちょろしてる。いる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 でしょ。でもね、あのでもね、食いつかない。お前来んなよ来んなよ俺のパーツだよ、あれは。お前のパーツ向こうにいるだろ。もう釣らないですよ。釣らないんだな、信じていいんだな、それ。うんってな。あの、竿を寝かした方がいいですよ。寝かす？どうやってこうか。そう、はいはい、で、ちょん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 、そう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 、誘う感じで。なるほどな。全然かかんないから。ちょっとでもずれてると来ないんです。見えないと来ないみたいですね。ああ、なるほどね。ああ、我慢できない。来た来た来た、これもらったろ。あー、もう来たわ。サルカワカンス。なんでだろう。おいしい。サルカワカマスだったら俺もクリアしてる。2回クリアしてる。なんでなんだろう。どこまで弁出されるのかな。あの人のパンは食べたくないです。パーツだけが言ってるぞ。この人のパンは美味しくないです。あそこだな。こんなにいるよ、パーツが。びっくりするぐらいパーツいるから。全然遠いとこない。遠いだ。あ、真ん中のとこだね。そのね、あの熟成場真ん中辺くらいでよかったんじゃないですか。ちょっと待って、ちょっと待って。この辺りでしょ。あ、やばい、自分の目の前真ん中あたりにカワカマスが2匹泳いでる。余裕と。それ釣ってよ。じゃあ釣ります。それもいらないから、それいらないから釣ってよ。頼む。まあ、釣っちゃうよ。新しいファッションが出ちゃう。カワカマスするな。これかわいい。あ、馬の毛ってなんだ。パーツする、パーツ。いやいや、パーツじゃねえか、お前それ。まだちょっと。だから目の前にいるって言ったら、鎖カワカマス目の前にいるからするって言ってたろ、お前。あ、パーツ。鎖カワカマスするよ。なんでお前パーツつってんだ。パーツ。ほら、目の前に俺来てる来てる。ほら、俺のパンを食べ、よしよし、パンのパンを食べ、俺のパンを。そうそうそう、寝かしてください。来た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 。あ、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 パーチ来ちゃった。やったー、取れた。パーチ来ちゃった。取れた、よかった。カワカマス来ると思ったらパーチ来ちゃった。でも、もう自分10匹ぐらい釣りました。ありがとう。それとんだよ。すごい忍耐力使うことだな。サリカマス、カワカマス20匹ぐらい釣ってやっくぞ。よし、やこう。3匹。バレンタイン、さばかなきゃダメだよ、まず。はい、さばくな。北カワカマスが店の前に落ちてる。すげえ、バレンタインの。そのまま売ってきちゃう、俺、これ。誰かのせい、すげえ時間使った。行くぞ。時間ねえな。乗ってきますか、大丈夫ですか。大丈夫だよ、馬はあるわ。馬はあるよ。パーチを釣る力だけじゃないの。